ないぞ。いった。いける、いける。こんにちは、野球ちょまろぼこです。はい、お名前を。ジュリです。よろしくお願いします。はいはいはい、今回はですね、インスタグラムで、あのね、バッティングとかキャッチングの動画を送ってくれたジュリちゃん。今、何歳ですか？17歳とね、初めてね、あの18歳以下の女子とね、コラボするんですけど。ちょっとね、ジュリちゃん、あの野球歴とかって、はい、土日にお父さんとキャッチボールするみたいで、今日あのお父さんが近くに来てくれてますけど、部活動とか、あんまやったことないです。まさかの、ほぼ初心者、はい、で、あ、ちょっとね、あの僕は動画見てるんですけど、あれ衝撃を受けたんですけど、ちょっとね、ちなみに得意な方はバッティングとか投げるとか。まあ、どっちかというとバッティングの方が。じゃあ今日は、バッティングとピッチング、はい、そして、あれやりますか、あれ。見てる見てます、ね。じゃあビタ止めをやってもらえますか、はい、じゃあこの 3つをちょっとあれやりたいと思いますんで、はい、ジュリちゃんのね、実力、交互来てください。どうした？それでは動画をご覧ください。さ、よろしく。オッケー。知ってるね。オッケー。いくよ。それでは動画をご覧ください。よろしく。中速110か120です。お父さん、まだまだ。おお、やばい。おお、やばい。おお、惜しい。惜しい。おお、そう。すごい。四番感がすごいですね。四番感が。いやいや、素晴らしい。打球が。おえい。130、マジっすか。130を打った女子は命中ぐらいしかいない。結構速いっすよこれ。マジ。おっ。あれなんだ今の。待って。わ、いい。あ、こっちの方が合いそうやね、もしかしたら。おれ、マジ。130を普通に打ってますね、17歳。あー、惜しい。触れてる。ホームランあったら焼肉ごちそうしよう。やばい、ライマッチ、素晴らしい。いきなり打球が変わりましたね。すごいっすわ。ちょっと急に目の色が変わりましたね。たまに高めがきますね。最後。いや、いいね、いいね。空振りがないっすね。初心者と思えないっすよ。わあ、ナイス。惜しいね、タイミング OK。 お父さんとだいぶ多分打ち込んできた。うわ。
のホームランまさかの当たるとは。いや来た、やばいっす、これ持ってますね。これどうしますか、これ年始にも焼肉で大丈夫ですか。いきなり、新年明けましておめでとう焼肉。見ましたか皆さん、ちょっとゼロちゃん、はい、当てちゃったね、ちょっとね、当てちゃいました。ちなみにね、もしかしたら俺驚きすぎてカメラ置いてないかもしれないけど、間違いなく音は拾ってるんだよ。ちょっとね、感動しました。鳥肌が。狙った、いや、狙ったない、あ、狙ってないのがやっぱ良かったかもしれない、はい、ちょっとね、これ逸材ですよ、逸材。向こう図女子野球部の4番バッター候補が現れたんでね、ちょっとね、名地もびっくりするんじゃないでしょうか。いやー、ジュリちゃん素晴らしい。これ、お父さんと二人三脚でこのバッティングを作り上げた。そうです。もうチームにもね、ソフトボールとかやってなかった。やってないです。マジで。とね、これはもうまだ17歳なんだね。もしかしたら女子プロ野球に。いや。コネが一応ありますね、コネがね。ちょっとね、皆さん、もうジュリちゃんとのホームランにね、ぜひ高評価をよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、次はどうしますか。ピッチングいきますか。あ、もうこのままビタ止めしちゃいますか。ビタ止め。いけるかな。ちょっとビタ止め次行きたいと思いますんで。まさかビタ止めして、スローイングして、もしかしたらまた当てるかもしれない。よし、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。ジュリちゃん最高。はい。よし。いいね。